直言極言の時間です、えー、今日は、えー、3月17日朝8時から8時半から、えー、開始されます品川駅前、えー、自民党大会が、えー、グランドプリンス高輪ここで行われます10時から開始されますがその前に、えー、皆さんが集まっていただいて、えー、日本を変える 日本が変わるそうした日に3月17日,日をしたいと思いますこれはもちろん自民党を変える自民党が変わるこういった形の日でもあります何よりも日本が変わる日本を変える国民の力をこの品川の街頭演説そして活動こういう中に やっていいきたいと思うわけでありますぜひ皆さん、えー、無理をお願いしますけれども超党派ですこれは、えー、いろんな方がたくさんおいでいただきますけれども皆さんも集まっていただいて例えば今私がこういう形でやってます、えー、こういうバッジですけども、はい、こういうバッジをこういろんなところにまたつけていただくここにつけていただいてもいいし、まあ、こういう帽子のところにこうつけていただいても構わないしいろんなところに腕につけていただくと。あのだから 品川駅おいでになる前は、えー、普通の格好にしていただいても、えー、こういうものとかですねこのこういうワッペンがありますこれねちょっと分かるようにこういうふうにやると外れますこれは着脱可能、えー、雨にも強い、えー、こういうものをお,でお配りしますから、えー、こういうものをぜひつけていただく背中につけていただくということでこういうこともできますはいねっ はい、というような形で、えー、ぜひ皆さんにです、ね、お集まりいただいてそれぞれの工夫でそれぞれの声それぞれの思いを、えー、自民党大会にぶつけてもらう8時半から開始しますけど私はもうちょっとその前に行きますけども自民党のそ議員やそれぞれがみんな品川を通らざるを得ないこういうことでありますからまずしっかりしろと。えー 我々はこういうことをちゃんと考えてんだというね、えー、こういうチラシでありますがこういったものそしてこういったもの、えー、岸田大ね、こういうことをそしてこのートゥーゾピープルパワートゥーゾピープル、ね 力を国民に本来持っている民主主義の中心、中核は国民の声であります、国民であります、だからこそ、本当の力を持たなきゃいけないのは国民である、まあ、こういう意味でもうはっきりと権力を国民の手にもう一回奪還する、取り戻す、こういうことをやらなきゃいけないと、我々は立ち上がるわけであります。パワートゥーザピー e p e と英語を使ってますけども、言葉で言えば、いつも言う、我々の言う、総合ッキー であります、えー、みんなでですねこの、えー、20%支持率を切っている総理が自民党の中から党大会の中から一切岸田大臣の声が出ないこの異常なあの状態これを見ればいかにあの自民党が今おかしな状態になっているかお分かりになると思います。あの単なるあの例の、えー、和歌山であった ね、下着のダンサー呼んでお尻ペチペチやりましたとかもう言うも恥ずかしいようなこんな、えー、状態の連中に対して、えー、冷水をぶっかけ尻を蹴っ飛ばしてしっかりしろとできないかもわからないけども国民の力を見せてお前らが主役じゃないんだとお前たちが今だけ金だけ利権だけこんなことは許さんぞというようなこと,ことで皆さん立ち上がっていただこうということであります。はい すべ、はいえー、ての国民は白川へ、自民党大会へ、権力を国民へ、力を国民へ、民主主義を国民の手に奪還しよう、岸田内閣即退陣だと、こういう形で超党派です、我々はどんな、もうはっきり言えば左も右も構いません。 この国民のために立ち上がろう、岸田内閣を立ち上がろう、どんな人でも大歓迎です。えー、ぜひおいでいただきたいと思います。えー、17日日曜日、えー、品川駅ですね、品川駅の高輪口前、ここで行きますとですね、えー、ちょっといいですか、立ち上がりますけどね。はい、はい、こういう形で、はい、ね。 こういう大きな看板がですねドーンと出てましたねはい、えー、そういうことですからぜひですね皆さんこういう看板や、えー、昨日ちょっとご紹介しました「えー、わらべ歌岸田」「岸田わらべ歌岸田岸田さん」っていうねこういうものも流れてます、えー、うちのスタッフは随分朝早くからあの準備をしたいと、えー、張り切っておりますので、えー、ぜひ皆さんおいでいただきましょう。そして 日本を変える日本が変わるそういった第一歩の日にしていきましょうとこれを皆さんに訴えたいと思いますあさってでありますが日曜日午前八時半からもうその前に来ていただいても大丈夫ですから あの辺にもう、まあ、タブレットと変ですけどねもう歩き回ることこういったものを例えば「フーム」って言いながらこういうふうにやりながら読みながらあの歩いていただいてもいいし、えー、今言ったようにこういうバッジをつけていただいてねあの歩いていただくこともいいそしてこういう胸にワッペンをつけたり背中をこうやってワッペンをつけたりこういう形でい,いろんな形でですねあの、えー 見ていいいただければ、ねはい、あのいいと思います、えー、こ,れこ,のこのね彼に対してもぼちぼち君ねもうやめた方がいいよっしっかり手を握ってやってですねインドを渡してやらなきゃいけないスリ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 とねそういう状態でありますねはい、えー、ということで、えー、日曜日17日朝8時半から品川の、えー、高輪口 そこで皆さんとお会いしたいと思います、えー。岸田君にも会えるかなということであります。今日は以上です。皆さんとともに戦いましょう。